こんにちは、転売王堀秀夫です。まず転売アカデミーに入ってですね、初めにあること、月10万できるだけ早く稼ぐという意味でですね、まず持ってるものが簡単に売れるんだなっていうのを体感してもらうのがいいかなと思います。そこでおすすめは、最も簡単なですね、Amazon で持ち物を出品してみるというのをおすすめします。今ちょっとやってみます。例えば、ガスファンヒーターですね。うちにあるんで見てみます。ガスファンヒーター出てこないな。ガスファンヒーターで出てこなかったらガスストーブかな。ガスストーブ、これですね。ガスストーブ。在庫あり。13,990円。まあ、1万円で買ったんですけど、今グッと入ってきてるわけですね。結構ね、値段幅ありますね。これは、FBA で送っちゃうと売れるかもしれませんけど、使っていてですね。で、それで、売れたら売っちゃおうかなと、高く売れたら売っちゃおうかなっていうもんなんで、私の場合は、このマーケットプレイス、出品する、ちょくっと押すだけですね。非常に良いにして、で、これを買ったのが、2月、今月ですね。2月、いつだ。先週の日曜日だから、3日か。2月3日ってな。より、しよう、傷なし。2月3日よりしよう、傷なし。で、販売価格は新品が1万5千円。これ今の時期結構売れてますんで、1万4800円にしちゃいます。なんとね、新品より高いんですけど、まあ、売れてったら売れて1万3130円。私が買ったら1万円ですからね。これはどういうことかっていうと、まあ、売れる金額は、今の在庫があったら、1万3990円より安い金額のはずですけど、在庫なくなってったら、高く売れると。で、別にこれ、非常用で持ってってもいいんで、売れなくても構わないと。高く売れたら売っちゃうと。売って必要だったらもう一回買うという感じなんで高く出します。別に出すのにお金全然かかんないんで、こうやってどんどん出していっちゃってください。家電も売れるんですね。あと、音がうるさい。加湿器。東芝 LAD80DRX。LAD80DRX。出てくんですね。これで合ってるよな。なんか形が違うな。LAD80DRX。LAD80CRX。型番が違うのかな、こっちか。LAD。LAD80DRX。LAD80DRX。古くてもうないのかな？古くてないですね。そうすると、写真を撮って売りに出すか、カタログを新しく作ってですね。それか、ヤフオクで売ると。で、その場合は、オークファンで、
落札相場を調べます。まあ、古い方なんでしょうね。出てこないですね。80にすると。これともちょっと違いますけど、これが近いですね。これの似てるやつですね。だからまあ大体3600円かなっていうのわかります。で、3600円でもよしと思えば、こうやって写真撮って売りに出せばいいですし、多分これ3600円で売れてるってことはヤフオクでですね、Amazon で、FBA で入れればですね、もっと高く売れる可能性が高いです。例えば、除湿機コンプレッサー方式。新品が1万4000とか6000、6000円かあるのか。まあ、4800円とか5000円ぐらいじゃ売れる可能性がありますね。Amazon のマーケットプレイスに出しとけば。なんで、写真撮る手間が一緒なんで、練習のために Amazon のマーケットプレイスに自分でカタログ作ってみるっていうのも一つのおすすめですね。Amazon の場合は、売れたら全部、入金まで終わってますんで送るだけです。そういった意味では簡単なんで、簡単ですし高いんで Amazon で出した方がおすすめですね。カタログ載せられるものについては。で、家電は別にカタログは載せられます。普通に。で、そんな感じだと、まあ、今たまたまいらない家電が目についちゃったんで見ましたけど、あと本ね、影響力の武器、これいくらで売れるのかなと、2940円、中古は2580円、相当売れてる本だってのが分かりますね、高く売れる、まあ、これはね、ビジネス書なんで、これを買う人が何を買うかってのは分かりにくいんですけど、ここはね、例えば、マイケル・ジャクソンってやると、まあ今は安いですけど、昔だとこれがね、高く出てたりとか、基本的に定価より高く売れてるものを見つけるのがこの、狙いですね。これも高かったんですけど、値段落っこちましたね。量産が効くものは高い時があっても素早く売らないとスコッと落ちますから要注意ですね。ですから量産が効かない限定品っていうのがやっぱり一番ネタとしては簡単です。こんな風に調べながらですね、どんどん迷ったらもう売りに出してっちゃって、実際に売れてお金になるっていうのを体感してほしいですね、まず。種銭もできますし。で、こうやって持ち物の、出品したり、値段を、調べることでですね、どういうものが売れやすいか高いかっていうのがある程度分かってきますんで、いきなり売れるか売れないか分かんないものを仕入れたりですね、ただ、仕入れも売りもしなくて億万でひたすら調べてるよりは、まず持ってるものを売っちゃう、持ってるものを値段を調べるっていうのが、おすすめです。まずこれをやってください。で、何が売れたとかですね、いくらぐらいになったとか、定価より高く売れたのこれでしたとか、全然売れませんとか、そういうご報告していただければ、それに合わせてまた次のステップ何をやるか、アドバイスさせていただきますんで、ご連絡お待ちしてます。またこのやり方でもですね、わかんなかったらまたご連絡ください。Amazon の方が一応アカウントを持ってる方が多いと思うんですけど、持ってなくても、この商品名調べて、で、このマーケットプレイスに出品するってのを押すとですね、もう気づいたら売り出しちゃってたと、売れてたっていうぐらいもう本当にあっけらく簡単にできますんで、まずここから始めてください。以上、転売王堀秀夫でした。転売アカデミーでは、Amazon 輸出無料メルマガ講座をお届けします。このリンクをクリックして、
メールアドレスを入力、名前を入力して確認画面へ進むよ。そして登録。メルマガに登録してください。